キャン・リキ議員。はい、皆さんおはようございます。自民党無所属会派キャンディキです。先月6月16日にですね、うるま市より県会へ選出されました玉城知事とはですね、同年生で高校時代から顔知りで、なんで力が県政遅れてきたのかという顔をしていますが、これでもですね、市民や県民のですね、暮らしを良くするためだと考えられますので、知事、県民などのためになるように頑張ってまいりましょう。よろしくお願いいたします。それでは出向ぶりはですね、厳しく、県民には優しく、一般質問を行いますのでよろしくお願いいたします。大きな項目、道路問題について、うるま市内多くの道路上、白線案内表示板の文字が消え、市民や観光客が迷惑を被っているが、どのように対応するのか。過去にうるま市石川赤崎交差点の交通渋滞の緩和対策について、過去3、与那城元井与勝半島一周道路の予算執行計画進捗状況について、過去4、うるま市内金華段高安線、あげな西原線、金華段木中線、ヌーディー川公園、あげな田場線、与那城18号線は沖縄新振興予算と聞いているが、内容を伺います。大きな項目、うるま市内二級河川石川川天山川について、石川川の赤土流出による海への環境汚染対策について、過去に天山川における河川敷工事、管理用道路赤土流出ピオス汚染の対策について伺います。大きな項目、中越湾須崎地域において津波対策として、そこで働く人の避難経路、避難タワー、通用道路について伺います。過去に湯河府政党移設建て替えについて、現湯河府政党収水ピットがヘドの蓄積により、今後の運営に支障が出ているが、対応を伺います。大きな項目、医療福祉学校行政について、県立中病院の現地建て替えについて、うるま市民、市議会への説明は行ったのか伺います。括弧に、うるま市高安中学校、金原小学校の改築工事について、特に高安中学校は生徒数増加により、教室不足となっているが、金原小学校の状況につい合わせて、今後の対応を伺います。括弧3、知的障害者を対象とする特別支援学校について伺います。括弧4、フリースクールの内容、事業化について伺います。括弧5、高齢者専用アパートについて伺います。大きな項目、職種を改め見直しについて伺います。クリーニング業界、工場及び印刷業界の工業団地への入所について、括弧2、工業用水の使用について、括弧クリーニング業界ですね、大きな項目、交通機能について、遮断された鉄軌道、ライカム、イオンモールから名護市、テーマパークへの計画へについて伺います。括弧2、うるま市、下原、県道33号線、商業地域へのバス運行について伺います。大きな項目、7、我が会派への代表質問等の関連については削除いたします。よろしくお願いいたします。玉城デニー知事。
はい、さい、愚数幼虫がなびら、皆様おはようございます。キャン・リキ議員とは同年生であります。うるま市の発展はもちろん、県政全体の振興発展、県民の暮らし向上にともに力を合わせて頑張ってまいりましょう。どうぞよろしくお願いいたします。それではキャン・リキ議員のご質問にお答えいたします。医療福祉学校行政についてのご質問の中の両括弧3、知的障害者を対象とする特別支援学校についてお答えいたします。沖縄県では中部地区における特別支援学校の過密解消と教育環境の充実を図るため、うるま市金火山に200名規模の特別支援学校を新設することとしております。現在教育委員会において失礼しました。現在教育委員会において今年度は実施設計を行い、令和7年度に着工し、令和10年度の開校を目指しております。沖縄県としましては児童生徒の個々の能力を最大限に伸ばすとともに、地域と連携し、地域に根ざした魅力ある学校となるよう取り組んでまいります。その他のご質問につきましては部局長から答弁させていただきます。前川智博土木建築部長。道路行政、道路問題についての括弧1、うるま市内における区画線および案内標識の修繕についてお答えいたします。県では区画線や案内標識などの道路施設について、日常の道路パトロールなどにより劣化状況や修繕箇所の把握に努めております。道路施設の修繕については劣化状況等を勘案し、優先度が高い箇所から順次実施しております。引き続き道路の適正な維持管理に努めてまいります。次に同じく1の括弧に、うるま市石川赤崎交差点の渋滞対策についてお答えいたします。沖縄本島内の渋滞対策については、国や県等の関係機関で構成する沖縄地方渋滞対策推進協議会において渋滞対策の検討や効果検証を行っております。うるま市石川の赤崎交差点については、主要渋滞箇所に特定された交差点であります。今後効果的な渋滞緩和策を講じる必要があることから、周辺道路も含め交通状況を確認し、事業主体も含め国と意見交換を行いたいと考えております。次に同じく1の括弧3、勝連半島南側道路の進捗状況等についてお答えいたします。勝連半島を一周する県道の整備については、当該地域の観光振興や地域活性化、防災対策等のため必要性を認識しております。県ではこれまでに沖縄県環境影響評価条例に基づく基地施設用地外の環境調査を完了しております。今後米軍施設用地内の環境調査を行う必要があることから、施設用地内への立ち入り許可が得られるよう、沖縄防衛局及びうるま市と継続的に調整を行っているところであります。次に同じく1の括弧4、うるま市内のハード交付金事業についてお答えいたします。沖縄振興公共投資交付金、いわゆるハード交付金については、近年減少傾向が続いている状況であります。そのため、うるま市がハード交付金で実施する道路及び公園整備事業についても、十分な予算配分ができない状況となっております。県としては整備促進が図られるよう、うるま市と連携を図りながら、必要額の確保に取り組んでまいります。次に2、うるま市内2級河川、石川川天岸川についての括弧2のうち、天岸川における河川工事と赤土流出対策についてお答えいたします。天岸川については整備延長約 6.5km のうち、河口から川崎川合流部までの約 4.5km が外整しており、現在天岸橋下流の護岸整備を行っております。川崎川合流部より上流については河道拡幅と合わせて管理用通路を整備することとし、用地取得にを進めているところであります。また工事中の赤土流出対策としては、汚濁防止膜等を用い、濁水の流出防止に適切に対応をしております。県としては引き続き浸水被害の軽減に向け、天岸川の早期整備に向け取り組んでまいります。3、中
次に3、中城湾須崎地域についての括弧1、中城湾港振興地区における津波避難対策についてお答えいたします。県では平成26年度に須崎地域を含む中城湾港振興地区の防災計画を策定しております。同計画において振興地区から隣接市への避難路や避難経路等の案を取りまとめており、うるま市、沖縄市の地域防災計画に反映するよう両市に提供しております。県では避難路となる橋梁の耐震化等を推進するとともに、両市の地域防災計画に基づいた具体的な津波避難計画策定の支援に努めてまいります。次に4、医療福祉学校行政についての括弧5、高齢者専用アパートについてお答えいたします。国土交通省の補助事業として地域有料賃貸住宅制度があります。同制度は高齢者世代や子育て世代など地域における居住の安定に特に配慮が必要な世帯を対象として、民間事業者などに対し整備費助成などを行うものであります。また沖縄県居住支援協議会では、高齢者や障害者など住宅確保が困難な世帯への居住支援に取り組んでいるところです。地域においてきめ細やかな居住支援を行うためにも、市町村居住支援協議会が必要であり、県は市町村への情報提供や助言などによる設立支援を行っているところです。次に5、職種改め見直しについての括弧1、分区における業種の規制についてお答えいたします。港湾における土地利用の計画的な誘導と港湾の機能を十分に発揮させるため、中城湾港振興地区については臨港地区内に港湾法に基づく分区を指定し、その大半が工業港区となっております。同地区の工業港区においては製造業以外の施設建設が規制されております。このため印刷業の立地は認められておりますが、クリーニング業については規制されることとなります。以上でございます。多良間和弘環境部長。2、うるま市内2級河川石川川天岸川についての括弧1、石川川の赤土等流出対策についてお答えいたします。本県の赤土等の主な流出源は事業現場や農地であり、事業現場では事業者が赤土等流出防止条例に基づき沈殿地等の対策を講じております。農地では勾配抑制などの土木的対策やグリーンベルトなどの営農的対策が講じられております。県では赤土等流出防止監視パトロールを行い、赤土等の流出が確認された場合は事業者等を指導しております。なお石川川への赤土等の流出源としてはサトウキビ畑などの農地が確認されており、河口海域の赤土等堆積状況は堆積指標が最も悪かった平成7年度のランク8から平成13年度以降はランク6に改善しております。以上でございます。宮城勤企業局長。2、うるま市内2級河川についての括弧2のうち、天岸川の PFOS 汚染対策についてお答えいたします。企業局では中部水源である天岸川に取水施設を有しておりますが、取水地点からは PFOS および PFOA の合計値で1リットル当たり平均40ナノグラム程度が検出されていることから、水事情が良好な場合には取水を停止しております。一方で渇水時や東系列導水路トンネル工事期間中の水事情が厳しい場合は安定給水を確保する観点から PFOS 等の検査体制を強化した上で
天岸川から取水することとしております。次に5、職種見直しについての括弧に、クリーニング業の工業用水の使用についてお答えいたします。企業局では工業用水道事業法第2条の規定に基づき、製造業、電気供給業、ガス供給業および熱供給業の用に供するものへ工業用水を供給しております。また経済産業省通知により、工業用水に余剰が生じている場合は工業用以外の用途の水を雑用水として供給しても差し支えないとされていることから、現在クリーニング業を営む10事業所へ雑用水を供給しております。以上でございます。前門直美農林水産部長。3、中城湾須崎地域についての中の括弧2のあ、湯ヶ府製糖工場の建て替えと取水対策についてお答えいたします。湯ヶ府製糖工場については老朽化対策の緊急性が高いと認識しており、市町村や関係機関と工場整備にかかる方策について検討を重ねているところです。一方、製糖工場の建て替えについては多額の建設費用を要することから、事業実施主体や費用負担、財源の確保などが課題となっているため、引き続き早期の工場整備に向け、国や市町村、製糖事業者など関係機関との協議を重ねてまいります。また取水対策については湯ヶ府製糖と丁寧に意見交換を行い、次期製糖の安定操業に向け関係部局と対策を検討してまいります。以上でございます。元武秀光病院事業局長。医療福祉学校行政についての両括弧1のは、中病院の建て替えについてお答えします。県中病院では近くの地域の中核病院であることから、建て替え等にあたっては広く関係者の意見を踏まえることが重要だと考えております。このため保健医療介護部のほか、中部市町村会等の外部有識者を含めた検討委員会を設置して検討を行ってまいりました。検討にあたり、うるま市長や地元自治会、中部病院職員にも説明を行っております。病院事業局としましては、これまでの検討結果や検討委員会の意見を踏まえ、現地建て替えの方針を示した将来構想案を作成し、現在うるま市民を含む県民に対してパブリックコメントを実施しております。なお、うるま市議会への説明については、市議会の要望等を踏まえ検討してまいります。以上でございます。半峰充教育長。4、医療福祉学校行政についての中の括弧2のは、うるま市立高安中学校および金原小学校の改築工事についてお答えいたします。県教育委員会では、市町村が作成する施設整備計画について毎年度ヒアリングを実施し、助言等を行っているところです。うるま市教育委員会においては、現在金原小学校の老朽化対策の改築工事に向けた基本調査を実施しており、高安中学校については学級数の増加等に対応するため、令和8年度から9年度に新増改築を実施する計画と伺っております。県教育委員会としましては、引き続き市町村の施設整備計画が着実に実施されるよう連携して取り組んでまいります。
同じく括弧4、フリースクールについてお答えいたします。フリースクールは明確な設置基準がなく、その規模や活動内容が多種多様であることから、県教育委員会では令和6年5月に児童生徒の利用状況など実態把握に向けた調査を実施し、現在結果を取りまとめているところであります。今後はその調査結果や他県の実施状況等を踏まえ、フリースクールと学校との連携のあり方について研究を進めるとともに、引き続き不登校児童生徒の居場所づくりや、すべての児童生徒が安心して通うことのできる魅力ある学校づくりを推進してまいります。以上でございます。武田誠企画部長。6、交通機能についての中の括弧1、鉄軌道の計画についてお答えいたします。県では新沖縄21世紀ビジョン基本計画や沖縄県総合交通体系基本計画において、県土の均衡ある発展、県民および観光客の移動利便性の向上等の観点から、那覇と名護を1時間でつなぐ機関軸として鉄軌道の導入に取り組んでおります。具体的なルートや駅位置、交通システムなどについては、構想段階の次の計画段階において決定されることとなりますが、現在県では計画段階へ移行させるため、国が課題としている費用便宜費などのさらなる向上に向けた調査・検討を行っており、引き続き国への提案や意見交換を行うなど、取り組みを進めてまいります。同じく6の括弧に、県道33号線での路線バス運行についてお答えいたします。県道33号線のうるま市七原地域においては、民間の路線バスは運行しておりませんが、一部区域でうるま市の公共施設間連絡バスが運行しているところです。県主催の中部県域市町村連携交通会議において、うるま市から同地域への路線バス運行の提案がなされていることから、同会議において定量的な移動需要も踏まえ、うるま市やバス事業者と意見交換してまいります。以上でございます。キャン力議員。それでは再質問させてもらいます。道路問題についてのですね、キャン議員、立てて、はい、お願いします。すみません。道路問題についてのですね、赤崎交差点のほとんどですね、利用者のない歩道橋を撤去し、ロータリー交差点にし、スクランブル歩道にすることで交通渋滞の緩和につながるが提案いたしますが、そのことについてお伺いしたいと思います。前川智博土木建築部長。はい、当該交差点、赤崎交差点のについては主要渋滞箇所に、指定をされております。横断歩道を撤去することについてでございますが、横断歩道を撤去する可能性については沖縄市長推進渋滞対策推進協議会において検討されるものと考えておりますが、一般的には横断歩道を撤去いたしますと、歩行者が横断歩道を横断することになるため、一般的には交通の流れが悪くなるというのが通常の状況かと考えているところでございます。山力議員。部長、この交差点ですね、とても大きいですよね。丸く変な、ね、うるま市の文化財になっているような、うるま市でただ一つの横断歩道ではあるんですが、その交差点を見ますとですね、ロータリー式にすればですね、そうスムーズに改善ができるんじゃないかなと私考えてますので、ぜひですね、検討よろしくお願いいたします。次に進みます。道路問題 4番ですね、うるま市金川団
高安線などですね、すべて沖縄振興ハードコア分と聞いているが、完成に至るまで何年を要するのか、新築状況について伺います。前川智弘土木建築部長。はい、お答えをいたします。まず、路線がいくつかございますが、金華団高橋線は都市計画道路でございまして、うるま市が事業主体でございます。令和5年度末の進捗率は 72% と聞いております。同じく都市計画道路揚田中線につきましては、同じく令和5年度末で 28% でございます。それから道路事業の金華団木中線につきましては、これは令和6年度末の予定でございますが 65.5%、 同じく道路の揚げな入原線については、同じく令和6年度末の予定で 73% というふうに聞いているところでございます。それから与那城18号につきましては、同じく令和6年度末の予定で 65.5% というふうに聞いております。以上でございます。菅力議員。はい、部長、一つ一つ完成すればですね、都市計画によってですね、うるま市もですね、この計画を立てられるんですが、あちこちで止まっているためですね、このうるま市のですね、都市計画を立てられないんですよ。この土地所有者とかですね、そういった方々がどういうものを作っていいのか、どういうものを持ってきていいのか、そういった計画を立てられないものですからですね、まずは一つ一つからですね、完成させてですね、やっぱり市民、県民のためにですね、もう少し本腰を入れて、力を入れるべきではないかなと思って、少し触って止めて、少し触ってためて、もううるま市25年ぐらいですね、道路一本も通ってない状況ですので、ぜひよろしくお願いいたします。次に進みます。うるま市二級河川石川川天岸川についてですね、二級河川のですね、石川川は雨の降るたびに川の水が赤く染まり、金湾への赤く流出により海の環境汚染が広がっているが、県として赤く流出防止対策はどのようになっているのか、もう一度お願いいたします。田山和弘環境部長。はい、お答えいたします。赤土対策としましては、先ほども答弁したとおりですが、事業現場における対策と農地における対策というものがございます。で、事業現場におきましては、赤土と流出防止条例に基づきまして、沈殿地でありますとか、そういった対策が講じられることになります。で、農地におきましては、土木的な対策をやる場合にはですね、勾配抑制というようなものを対策で、土木的な対策を取りますけれども、営農的に、作業しているときにはですね、グリーンベルトでありますとか、マルチング、そういった、営農的対策が講じられるというような状況でございます。菅力議員。はい、部長、この石川川ですね、雨が降るたびにですね、本当にすごいんですよ、赤土が。この赤土が出るということはですね、やっぱり上流の方からの赤土じゃないかなと思ってますんでですね、そういったものに対して今まで県はですね、どういうことをやってこの赤土流出防止に努めてきたのかですね、また今後どういうふうにこの赤土流出を止めてですね、この金湾を守るというか、今この石川のですね、白い砂がですね、赤い砂に変わってしまっている状況であります。これ何十年もそういった状況ですのでですね、早めにですね、対応しないとですね、この沖縄の観光にも大きな影響を及ぼしますので、ぜひですね、県が本腰を入れてやらなければですね、これを本腰を入れてやらなければですね、この沖縄のきれいな海は残せないと思いますよ。サンゴもにも良い影響が出てくると思いますので、ぜひ力を貸してください。お願いします。本日でもう一回お願いします。田山和弘環境部長。はい、お答えいたします。県におきましては、赤土と流出防止条例に基づきまして、監視パトロール等を行いまして、不適切な事業現場がありましたら、
事業者に対して指導監督を行っているというところでございます。で、農地につきましての対策につきましては、農林水産部あるいは市町村とも連携を図りながらですね、農業者における対策というものを、進め周知活動を行っているところでございます。で、その結果としまして、先ほども答弁しましたけれども、石川川河口域におきましては赤土等の堆積状況という指標がありますけれども、これが最も悪いランク8から、現在はランク6ということで、改善されてきているというような状況にございます。引き続きですね、条例に基づき、対策等の指導監督を行っていきたいというふうに思っております。菅力議員。はい、同じくですね、二級河川天岸川ですね、天岸川についてはですね、企業局が県の飲料水として採集していると聞いているが、PFOS や悪臭問題があるが、検査や調査は万全に行っているのか、また大雨の時川が氾濫し住宅への浸水が2箇所ありますが、早急の対応できないものか、これについても伺います。前川智博土木建築部長。はい、浸水対策につきましては、河川整備を浸水対策のための河川整備等に取り組んでいるところでございますが、引き続き浸水害の防止に向け取り組んでまいりたいと考えております。菅力議員。いいですか。はい、これ沖縄県でこれこの飲料水として使ってますよね。天岸川ちょっと前からですね、窒素、フッ素、いろいろなことが出てましたが、そういった今回 PFOS の話も出てましたけど、これに対してですね、調査を行ったかということをもう一回お願いします。宮城勤企業局長。はい、PFOS の対策ということで、天岸側から取水する場合には、PFOS の検査頻度等を増やした上で、水質基準以内であるということを十分確認した上で供給しているところでございます。菅力議員。はい、ぜひですね、県民のですね、飲み水ですので、ぜひ県の方も本腰入れてですね、やってもらいたいとお願いします。次に進みます。ナクスワン須崎地域についてのですね、1番です。今年4月台湾沖地震の際、沖縄県に津波警報が発令され、低地帯から高台への避難指示があり、その地域で働く多くの人たちが交通渋滞に巻き込まれ大変な思いをしたと聞いています。ナクスワン須崎地域から避難経路としては橋を増やし、避難タワー、避難経路用道路の確保ができないものか伺います。前川智博土木建築部長。はい、お答えをいたします。避難路としての新たな橋梁の増設、また避難タワー等につきましては、うるま市、沖縄市による津波避難計画と合わせて検討する必要があると考えております。検討しましたら、両市の具体的な津波避難計画策定の支援に努めてまいります。菅力議員。はい、部長、ですね、このここで働く県民のですね、命を守るためにですね、各自家用車での避難をですね、中止してですね、各社でマイクロバスとかですね、緊急時でありますので、このナクスクワンは貨物トラックがたくさんあると思うんですよ。それにですね、人を乗せてですね、この車の量を少なくすることとですね、また電動自転車などですね、対応することでですね、この道の混雑を避けられると思うんですよ。それを考えてですね、県の方で補助金を出して、そういったことができないものか、再度伺います。前川智博土木建築部長。議員がご発言の内容につきましては、避難時における車両の減少という意味において有用であると考えますが、これらも含めまして両市と津波避難計画の検討に合わせて取り組んでまいり
支援してまいりたいと考えております。以上でございます。はい、力議員。はい、遊学生等の移設建て替えについてですが、県は資金がない、資金がないと言ってますが、これはいつまでも機械がですね、破損してしまうんじゃないかと、唯一のですね、基幹産業である佐藤製糖業ですので、ですね、こう早めにですね、農林水産省なんかとですね、いろいろなところとですね、話しすることでですね、やっぱりこの資金を調達することが大事だと私は考えてますがですね、いろいろとこっちにもたもたしていてもですね、生産農家は待ってくれませんが、どのように考えてますかね。よろしくお願いいたします。前門直美農林水産部長。はい、お答えいたします。議員おっしゃる通り、湯河府政党老朽化対策の緊急性は高いと認識しております。現在市町村や関係機関と工場整備にかかる方策について検討を重ねておりまして、その中で例えば事業実施主体ですとか費用、財源の確保等について話し合っているところでございます。引き続き早期の湯河府政党の建て替えについての課題解決に向けて引き続き取り組んでまいりたいと思います。力議員。はい、現在ですね、この湯河府政党の収水ピット周囲がですね、ヘッドの蓄積により収水ピットからの海水収水が困難と状況と聞いています。今年のですね、操業にも相当引っかかってくるようなところがあると、ちょっと少し操業ができないということで話がありましたが、どういうふうな対策でですね、早急に取り組む考えなのか、これについてお聞かせください。休憩いたします。再開いたします。前門直美農林水産部長。はい、お答えいたします。湯河府政党は湯河府政党工場は沖縄本島唯一の政党工場であり、生産農家の経営や関連産業への影響も大きいことから、安定操業が重要であると考えております。近年湯河府政党工場では土砂堆積の影響で海水が安定的に取水できない状況となっており、操業への影響が生じているものと認識しております。県としましては、どのような支援ができるか、引き続き湯河府政党と丁寧に意見交換を行い、次期政党の安定操業に向け関係部局と対策を検討してまいります。力議員。はい、できればですね、今年の10月までにこれをやらなければ機械のですね、この起動ができないということを聞いてますので、ぜひ早急に取り組んでくださるようお願いいたします。はい、次に進みます。医療福祉学校関係についてですね、中央病院の移設建て替えの話がうるま市では問題になっていますが、なぜですね、現地から移設建て替えを望んでいるのか、また今後の内容とですね、何も予知せず市民に対しいろいろと移設の話を広めて合法化なんかされているが、私のですね、聞き取りによりますと、近隣市民はですね、もう 100% 近い方々がですね、移設は望んでませんが、きちんとですね、市の方にも話をつけてですね、けじめをつけてもらいたいと思ってますが、これについてですね、お答えください。お願いします。元武秀光病院事業局長。関係者の説明ではですね、令和5年の12月と令和6年度の4月にうるま市長へ、説明を行っております。令和6年3月には地元自治会および中病院の職員に説明を行っております。またうるま市選出の県議会議員ですね、もうお二人とも引退されましたけれども、
連名で現地建て替えの要請を受けました。でそれで意見聴取を行っております。で先日ですね、うるま市議会の、議長さん様からですね、説明の要望を受けております。それで、今日程調整して近日中にですね出かけていって説明したいと思います。まあ、現地建て替えということでですね、そういうことです。はい、安力議員。はい、この病院が移設した後ですね、今までの経過からですね、病院跡地にはどんな建物を持ってきてもですね繁盛したことがないと聞いておりますので、現地建て替えを進めてほしいと私の方は提言いたします。よろしくお願いいたします。次に進みます。フリースクールの内容事業化についてですが、本来のですね日本の義務教育の趣旨について伺いますが、本当に必要性のある子どもたちが通う学校なのか、どのように審査して判断するのか伺います。半峰満教区長。はい、フリースクールにつきましてはこの明確な設置基準がないという状況もあります。県としましてはその規模や活動内容、多種多様であることから、まずは事態を把握してしっかり対応していきたいということで、今ただ現在事態把握調査を行って取りまとめをしているところでありますので、しっかりとその内容も踏まえながら、そのフリースクールとの学校との連携のあり方についてですね、しっかり研究してまいりたいと考えております。安力議員。はい、局長、そういった学校が多くなりますとですね、今までのですね日本のですね文化といいますか、この礼儀作法とかですね、そういったところを学ぶのがですね、学校は本来勉強だけじゃなくてですね、多くの子どもたちと団体の中で心を育てろっていうのが目的じゃなかったかなと私は思ってます。そういった学校が増えてしまうとですね、社会に出てからですね、いろいろ自分中心でですね勤めてしまう、そういった引きこもりなどいろんな人が多く出てくる、この日本の国がどういうことになるのか、将来これも考えながらやらないとですね大きな問題になってきますんで、やはりこの教育委員会の方でですね強くそういったことを取り上げてですね問題化してですね、私たちがどういうふうに今までこういうふうに育ってきたのか、そう人前でどういうふうにこういった提言をするのか、ものを言えるのかということまで考えないとですね、将来の日本にですね影響が、大きな影響が出てきますので、ぜひこれを強くですね考えながらですね訴えて議論してですね、そういったことを決めるようよろしくお願いいたします。次に進みます。高齢者専用アパートについてですが、低所得で年金暮らしをしている人たちに対して国や県の補助金を活用した民間アパート運営があると聞いてますが、沖縄県の取り組みに対してですね、各市町村へのですね対応ですね、もう少しですね詳しくですね話しすればですね、各市町村もこれに対してですね民間の方々にいろいろと話はできると思うんですが、これがまだ行き届いてないのが多いんですよ。それについてですねお答えください。お願いします。前川智弘土木建築部長。はい、高齢者世帯や子育て世代など地域における居住の安定に特に配慮が必要な世帯を対象としてこの制度がございます。本制度の周知につきましては機会を捉えまして市町村に対して情報提供を行っているところでありまして、今後とも本制度の活用について促進してまいりたいと考えているところでございます。安力議員。はい、種目を改めて見直しについてですね、クリーニング産業とかですね、この印刷業がなぜ工業団地への入所ができないのかということですね、本県はですね、リーディング産業が中心となり、多くの県民の生活基盤となっているが、ナクスワン工業団地へのクリーニング業、印刷業が入所できなかったのはなぜなのかと、先ほど聞きましたが、やはりですね、これ、見直すべきではないのかというところがあります。この市内、この市街地の中でのですね、クリーニング業のですね、この機械、ね、冬場いいんですが、夏場ですね、相当の熱が出るんですよ。その地域とかのですね、
この温暖化が発生してここから出てくれないかということも多く出てますんでですね、これについてですね検討をしてもらいたい、これ要望です。質問いりません。6番の交通機関についてですね、遮断された手付き道ですがですね、遮断の原因はですね普天間飛行場が問題と なっていると考えるが、今後ですね北中グスク4モールからで名護シテーマパークまでの手付き道を通すことで中北部のですね活性化につながると考えるが、これについて伺います。武田誠企画部長。県の方で構想段階で、決定しましたその手付き道のルートについては、県民意見も踏まえて当初4つのルート、さらに県民意見も踏まえた3つの派生案、7つのルートでもって検討させていただきました。その結果、多くの県民から、意見もいただいた形で、現在は、那覇、宜野湾、北谷、沖縄市、うるま市、それから恩納村から、名護をつなぐようなルートという形で決定しております。県民との議論を踏まえたルートですので、現在はそれを計画段階に引き上げるように、国に働かけているところです。安力議員。はい、県道33号線のですね、バス運行についてですけどですね、必ずはですね、那覇ターミナルまででなくですね、石川、上野を経由して、手だこ駅まで、そして焼けな手だこ駅までの区間で考えられないものか伺います。よろしくお願いします。武田誠企画部長。はい、ウルメスさんも一緒に今現在中部圏域の市町村との連携交通会議というもので、議論させていただいております。ウルメスさんからは直接要望のあるルートとして焼け名から、ウルマルシェ、それから意見とそれから沖縄南インターチェンジの方につなぐようなルートという形で要望がございます。この会議の中で定量的な移動需要も踏まえて、うるま市、それからバス事業者も一緒になって、意見交換してまいりたいと考えております。はい、キャン力議員。はい、バス会社によるとですね、それぞれの暴れがあってですね、これができないという話を聞いていますが、ぜひですね、県の方で重要性のあるところにはですね、やっぱりこういったバスを通さないとですね、この県、市の発展ができないもん、見えないものですから、それについてですね、ぜひ努力してくださるようお願い申し上げ、今回の一般質問を閉じたいと思います。ありがとうございました。